第4章疑わしい夏。1、5月1日月報船堂8面コラム。将蘭が継続的に追っている連続放火だが、まだその魔の手は止まらない。4月12日加山商店街の一角から火が出た。焼けたのはアパートの駐輪場に置かれていたスクーター。住宅密集地だけにこれまでの事件よりも一層凶悪だったと言っていい。すぐに消防が駆けつけ、幸い大事には至らなかった。我々新聞部はこの火災も連続放火の一環だということを突き止めた。卑劣なる犯人の集積は隠しきれない。連続放火か、それともただの失火か、あるいは尻馬に乗り事件を真似た愚か者の仕業なのか、我々は立ちどころに見抜くことができるのだ。しかし、この連続放火はどうすれば止まるというのだろう。次はおそらく上の町1丁目ないし2丁目が狙われると思われる。しかし、雑誌は事態を容認することに他ならないのではなかろうか。瓜野孝彦。記事は反響を呼んでいる。間違いなく読者は増えている。これまで月報船堂を配った日は、教室のゴミ箱があふれかえらんばかりだった。今月もまあ捨てられてはいたが、読んでいるやつの姿はちらほら見かけた。印刷準備室にも客が増えた。うっかり捨てた月報船堂をもらえないかという生徒。入学前のバックナンバーが欲しいという1年生。驚いたのは女子生徒2人組だ。どうして次の現場がわかるんですか？怪しいです。などと、今はもういない生徒指導部の新田と同じことを言ってきた。もちろん、記事制作上の秘密を理由に丁重にお帰りいただいた。連続放火のロジックは完全部外秘だ。部員たちにも徹底している。表向きの理由は模倣犯防止。堂島先輩が言った通り、もし月報船戸の記事をもとに模倣犯が出たりしたら厄介だと言ってある。しかしもちろんそれは本当の理由ではない。本当の理由は多分皆わかっているはず。賞味期限は長い方がいい。5月に入り新体制も整ってきた。記事の煽りが効いたのか、新入部員は楽に確保できた。5人が入部した。とはいえ俺の心づもりとしてはこの倍ぐらいは来てほしかった。男子ばかりというのも多少残念だった。女子も入部してくれれば視野が広がってよかったのではと思うが、こればかりは仕方がない。一応一人強く引き止めれば席ぐらいは置いてくれそうな女子が見学に来たが、強いてとは思わなかった。これからの新聞部は精鋭部隊になってもらわないと困る。対してやる気のないやつは無理に入ってもらわなくていい。堂島先輩が辞めた後、すぐにモンチも辞めた。その方がお互いにとっていいだろう。俺が部長になって初めての編集会議。方針を述べるのは義務だろう。5人の1年生と五日市を併合し、おもむろに話し出す。編集会議を始める前に一つ話しておくことがある。今新聞部は大きな岐路に立っている。去年まで月報船堂は月に一度いつの間にか机の上に乗っているだけのただの紙くずだった。しんみりといい、そして気持ち語気を強める。去年それが少し変わった。その変化が本当に定着し、船高の生徒が月報船堂を楽しみにしてくれるようになるかどうかは、新入部員のお前らの活躍にかかっている。当分は基本的な作業を覚えてもらう。それが一通り終わったら総力を挙げて去年から取り組んでいる目玉記事に決定的な蹴りをつける。新入部員たちは神妙な顔で聞いている。使える連中かどうかはまだわからないが、
少なくとも黙って人の話を聞けるのはいいことだ。今、月報船戸が連続放火犯を追っていることは知っているな。めいめいが小さくうなずく。少し間を置いて、今年度の活動目標を宣言する。新聞部でその犯行を阻止する。可能なら逮捕する。場がわずかにざわめいた。そこまでやるとは思っていなかったらしい。一年生の一人がおずおずと聞いてくる。そんなことできるんですか？できる。そう言い切る。俺は自分のカバンからファイルを6冊取り出した。100円で買える安っぽいファイル。どうせ部費で買うんだから、もう少し丈夫なものを買ってもよかったのだけど、コピー代に金がかかるので、そこは節約した。ファイルを全員に配る。ここに俺がずっと集めていたデータはほとんど全部入っている。白黒コピーだから写真は分かりづらくなったけどな。このデータとお前らの協力があれば犯人は必ず追い詰められる。パラパラとめくりながら五日市が呆れたように言った。これ全部一人でコピーしたの？根性だね。確かにコピーも枚数が多くなるとなかなか重労働だった。本当は部屋に手伝ってもらったのだけど、少し見栄を張って何も言わずに置く。ファイルに含まれているのは月報船戸のバックナンバー、現場写真と現場を見た雑感、証言もあるが、証人は今のところ園芸部の里村しかいない。新聞の地域面や社会面で事件がどう報じられたかも全部ファイリングしてある。そしてもちろん犯人の行動指針たる防災計画も必要な部分をコピーしてある。これが俺の手の内の全部だ。その言葉にどれだけの意味が込められていたか1年生たちには分からなかっただろう。上級生たちがいた間は俺は自分の情報を全部出すことはしなかった。堂島先輩や門地に俺の思いつきを持っていかれるのが嫌だったからだ。しかし事情は変わった。新聞部員たちにはいわば俺の手足になってもらわなければならない。情報は隠さない。もっともそこに隠された関連までは書いていない。それらは一年生たちが自分で気づくべきものだ。見せた上で気づかないのであれば仕方がない。それはそいつが使えないというだけのことだ。確か今月号では紙の町が狙われるって書いてありましたけど、とただ一人眼鏡をかけた一年生が言う。新聞部員として最新号をチェックしてあるのはいいが、正確性に欠ける。俺は低い声で訂正する。上の町の1丁目か2丁目だ。3丁目は大丈夫だ。どうして？お前は市畑だったか。そのファイルを読めばわかる。もう一度全員を見る。何人かはファイルを読み始めている。俺は机の上で拳を組み合わせた。理由は後で各自確認してもらうとして、次の放火現場は上野町1丁目か2丁目で間違いない。しかも犯行日、犯行時刻まで絞り込める。1年生たちの視線が再び俺に集中する。5月9日金曜日の深夜、おそらく0時を回るから、正確には10日の土曜日。その日に放火魔は現れる。俺たちは7人だ。絶対行ける。さすがに五日市は1年生よりは経験がある。渡したファイルからキラシの地図を探し出してじっと目を落とすとつぶやいた。1丁目2丁目というと狭い感じがするけど、これは結構広いね。1年生の一人が言う。町のど真ん中にずっと広がっている感じですからね。7人だとちょっとどこまでできるか分かりませんよ。その口調の軽さにわずかに苛立ちながらも、
俺はそいつの言葉を認めた。確かに上の町の領域は広い。だから防災計画にもあるように、平市消防署上の町分署は3丁目まではカバーしていないのだ。そうだな。だから放火魔が狙いそうな対象を見つけて、それを集中的に見張るんだ。日時と場所と何が狙われるかもわかるんですか？メガネの1年生が上げたすっとんきょうな声に、俺は満足を覚えつつうなずいた。取材と検討で大体な。もっともそんなに正確じゃない。初めての編集会議で記憶があやふやなところを見せるわけにはいかない。俺は唇を湿らせて慎重に言った。刈られた草の山、公園のゴミ箱、廃材、放置自転車、放置自動車、バス停のベンチ、アパートのスクーター、こういう順番で火がつけられている。おおむねだんだん生活空間に近づいてきていると言っていいだろう。別の言い方をすれば、犯行は少しずつ凶悪になってきている。新入生たちにわずかに動揺が走る。俺は畳みかけた。つまり、アパートの駐輪場に止められたスクーターよりも、もっと大きな火事になる可能性が高い。それは例えば、五日市が聞いてくる。俺はしかし肩をすくめた。さあ、ちょっと対象が絞りきれないな。でも何も指針がないよりはマシだろう。笑ってみせると張り詰めていた部室の空気がふっと緩んだ。思えば堂島部長の頃は、こうして部長が率先して雰囲気を和ませることなど一度もなかった。よし、行ける。俺は軽く手を打った。船戸高校新聞部の普及の業績を打ち立てるんだ。俺たちの手でやる。とりあえず全員連絡先を交換しておくぞ。そして5月9日金曜日深夜、吉良市上の町街角の暗がりに潜む俺の携帯に次々とメールが届く。市畑から2丁目の三砂路近くにいます。1年生の本田から市に着きました。同じく1年生の原口から OK です。そして五日市から1丁目の上の町3の交差点付近。どこでスタンバイしたのか連絡しろと言っておいたのに、指示に従ったのは市畑と五日市だけだ。話を聞いても理解はできなかったのか。まあいい。とりあえず今夜重要なのは頭ではなく目だ。張り込みには7人で挑むはずだった。しかしメールは4通。編集会議の後、まだ名前も聞いていなかった1年生が1人、しれっとした顔でこう言ってきた。こんなに本格的なことをやる部活だとは思っていませんでした。やめます。引き止めはしなかった。もう1人、部を辞めはしなかったが、この張り込みには来られなかったやつがいる。家が厳しいのだそうだ。上の町は一部に盛り場を含む。深夜徘徊で補導されてしまう危険がないとは言えない。嫌だというのを無理に引っ張っては来られなかった。巡回手段は自転車。徒歩では何かあっても駆けつけられない。一箇所でじっとしていてはさすがに怪しい。俺はまず自分の巡回コースを作った。住宅街の路地を通り抜け、バイパスを一本またぐ。大きな十字路の真ん中が公園のように整備されていて、白いポールで高々と時計が掲げてある。針は11時47分を指していた。そろそろ0時だ。高架線路のガード下を見張る。本当は高架沿いにガード下をずっと警戒していきたいが、街灯の明かりが乏しく店もなく、ただフェンスで仕切られた空き地と駐車場が続くガード下にはどうも不穏な雰囲気が漂っている。放火魔を捕らえに来て夜遊びしているたちの悪い連中に捕まっても面白くない。あまり近づかず
遠巻きに見るだけにしておく。ターンしてバイパス沿いに少し走ってまた住宅街に戻ってくる。一周10分ほどの巡回路だ。バイパスはトラックやバンが時折走っていくけれど、住宅街は眠りの中に落ちている。一周目にいかにも放火されそうなものがないかチェックする。明日がゴミの日なのか、ゴミ捨て場にはいくつかポリ袋が見えている。連続放火のことを知らないのか、知っていてもまさか自分が狙われると思わないのか、玄関先に古新聞と段ボールをまとめて出してあるアパートもあった。あそこに火がつけられたら最悪アパート一棟を燃やし尽くしてしまうだろう。小さな十字路には交通事故発生、目撃者は情報をという立て看板があった。触ってみると薄いプラスチックに書かれているようだ。これも燃やせば燃える。そう観察を続けていた俺の喉から嫌な音が漏れた。ゲ。夜の中、カーブミラーに反射してさっと 赤い光が走ったのだ。火ではない、回転灯だ。パトカーが回転灯を回して細い道をゆっくり進んでいる。俺はまず驚き、次に腹を立てた。警察はパトロールをしているのだろう。それはいつものことかもしれないし、ひょっとしたら連続放火事件を意識しているのかもしれない。どちらにしてもあんな目立つ光を投げられたのでは犯人が萎縮してしまいかねない。言うまでもないが、放火犯には何かアクションを起こしてもらわないと、取るものも取ることも捉えることもできない。早く行けよ。口の中で毒づく。その一方、こっちに来るなとも祈っている。なんというか、いくら正当な目的を掲げても、俺がやっているのは高校生の深夜徘徊。警察に見られて胸は張れない。パトカーは途中で路地を曲がり、俺には近づいてこなかった。多分姿も見られなかったはず。カーブミラーに救われた。巡回を再開する。あんなパトカーが他にもうじゃうじゃいるのなら、今夜は空振りかもしれないと思いながら。5月の上旬、深夜になればまだ冷える。まして寒の戻りというのか、今夜は特に寒いようだ。自転車で風を切るのに薄いウィンドブレーカー1枚ではまだつらい。途中自販機の明かりが魅力的だったので近寄ったが、商品は全部冷たいだった。確かバイパス沿いにコンビニがあった。2週目に何か温かいものを買おう。そう思っている間に出発地点に戻ってきた。ふう。軽くため息をついて2週目。あまり早く走っては何か見落とすかもしれない。ゆっくり漕ぎながら他の連中のことが気になった。異常があればメールを、緊急の場合は電話をと言ってあるが、携帯は沈黙したまま。退屈だというわけではないが、ただ自転車を走らせているのも無意味な気がして、一旦止まって携帯をいじくった。メールを打ったのだ。ただいま、上の町一丁目を巡回中。犯人逮捕のコメント、何かいいのがあるか。メールの宛先は日谷優斗。本当はこの張り込みにも加えたかったが、もし僕が犯人を捕まえたら手柄は僕一人のものになる。新聞部のっていうか売野の地道な努力を無視してそういうわけにはいかないよと言われてしまった。もっともだ。俺は日谷の配慮に感謝している。メールを送信すると送信時刻が表示される。それで俺は日付が5月9日金曜日から10日土曜日に変わったことを知った。数分経ったがメールの返事は来ない。日谷に向けてメールを送ることはあまりなかったけど、日谷のレスポンスが遅かったというイメージはない。まあ、もうすぐ1時になる。寝てしまったのかもしれない。
そう思い始めた頃、ようやく帰ってきた。トラタヌだね。それにしてもいい夜だ。何かの打ち間違いだと思ったので、またすぐ打つ。こっちは緊張の夜。トラタヌ？そう送って、また自転車に乗って、ペダルを踏み込んですぐ思い当たる。トラヌタヌキの川山用だ。そうだとしたら、まあ確かに否定はできない。ポジティブに考えないと、こんな寒い夜の見回りはやってられない。とでも送ってやろうかと思ったが、部屋の返信を待ってからでいいかと自転車を走らせる。バイパスをまたぐ横断歩道に差し掛かる。十字路に立つ白いポールの時計を見上げる。11時47分。もうすぐ0時だ。いや、おかしい。さっきもそう思った。俺の携帯の時刻表示が間違っているとは思えない。あの時計が故障しているのだ。せっかく見栄えよく公園風にしてあるのに、施設管理がだらしない。ここを渡ってガード下を見に行くか、それともこのままバイパス沿いに自転車を走らせ、さっさとコンビニに入るか少し迷った。赤信号を見つめていると携帯が震え出した。部屋からの返事だと思ったが、振動はなかなか止まらない。電話の着信だと気づいて、慌てて自転車から降り、携帯を取り出すと、発信者欄には思わぬ名前が表示されていた。幼いユキ。幼いがこんな時刻に電話をくれた。付き合っている彼女の電話はもちろんいつでも嬉しい。今もだらしなく顔がにんまりしてしまう。がすぐに思い直す。幼いから深夜に電話がかかってきたことなどこれまでなかった。いや、メールはともかく電話が来たこと自体覚えがない。何かあったのか。思わぬ寒さに手がかじかんでいる。慌ててもいて、なかなか携帯のボタンを押せない。その間も振動は止まらず、ようやく電話に出られたのは何コール目のことだったかわからない。息を詰めて一言。もしもし。あ、ウリノ君、やっと出た。思ったより明るい声が聞こえてきた。どうやら悪い知らせではなさそうだ。どうしたんだ、こんなに遅く。うん、きっと起きてると思って。普段は割と早寝を心がけている。幼いが知らなくても無理はないけれど。起きてたよ。何してた？私はね、本を読んでた。ウリノ君、起きてただけじゃないでしょ？今何していたか当ててあげようか。少しいたずらっぽい声。俺は自転車を押しながらバイパス沿いにゆっくり歩き出した。言ってもいいけど当たらんと思うぞ。そう？大型トラックが1台そばを走り抜けていく。そのタイヤの音、エンジンの音が電話の向こうにも伝わったようだ。クスクス笑いが聞こえたような気がした。多分当たると思うの。どうぞ。ね、気を持たせるような間の後で、上の町でパトロール中、足が止まった。また一台、今度はスポーツカーがバイパスをすっ飛んでいく。つんざくようなエンジン音はきっと電話の向こうにも聞こえている。音でわかった？また笑う声。違う。多分今夜そうするんじゃないかなって思ったから。後で手柄を教えてびっくりさせようと思って、張り込みのことは幼いには話していない。しかし新聞部で放火魔を捕らえるつもりだとは言ったことがある。放火魔が出るのは第二金曜日深夜だということは月報船戸にも書いていない。だがどうやら幼いは自力でそれにたどり着いたらしい。記事をちゃんと読み込めばわかる範囲のことではあるけれど、行動を読まれて少しびっくりしたが、考えてみれば一つ一つ説明がつく。別に不思議なことじゃない。そうなんだ、結構寒いよ。
うん、今夜は寒い、上着がいるの。携帯を逆の手に持ち替える。止めようと思って電話くれたのか。え、この前俺が放火魔を捕まえるって言った時は随分反対したじゃないか。今日もそのつもりで電話してきたんじゃないのか。すると思いがけずうっとした声が返ってきた。そんなことない。確かにこの間はやめてって言ったけど、でも今日はそんなことを言おうと思ってなかった。じゃあ今夜は寒いから風邪ひかないよう気をつけてねって、そう言おうと思ったの。心配されるの迷惑？幼いの拗ねたところは見たことがない。どんな顔で言ったのだろう。そう思うとこれが電話なのが悔しかった。笑いさえこみ上げてしまった。そんなことあるわけないだろ。ありがとう。うん、気をつけて、そして頑張ってね。私も。その時雑音が入る。幼いの声がほとんど聞き取れなくなった。一瞬またバイパスを大型車が走ったのかと思った。そのタイヤとエンジン音で何も聞こえなくなったのかと。違っていた。幼いの側で大きな音がしている。正体がわからないような音ではなかった。リズミカルで重い。鉄道だ。列車の走る音で幼いの声がかき消されている。聞こえていないことに気づいたのか、幼いは話をやめた。音が止むまで数十秒、俺はただ黙って携帯を耳に押し当てていた。多分幼いもそうしていたと思う。思わぬ中断で気がそれたのか、列車の音が静まると聞こえてきたのはただ一言だけ。電池が切れちゃった。それで電話はふっつりと切れた。幼いが俺を気遣ってくれたことが嬉しかった。もしこの時誰かが俺を観察していたとしたら、にやけている俺をきっと薄気味悪く思ったことだろう。自分自身締まらない顔をしているなと思ったぐらいだ。幸いと言うべきか、そのニヤニヤ笑いは長くは続かなかった。幼いの電話からほんの数分後、温かい飲み物を求めてコンビニに向かう途中でまた携帯が鳴ったのだ。何か言い忘れたことがあって幼いがまたかけてきたのかと思ったが、違った。ホンダ。ディスプレイに表示されていた名前はホンダ。1年生部員からの着信だった。ホンダという男のイメージはまだ何も持っていない。あまり使えそうな感じもしないやつだなと思っているだけだ。しかしパトロール中の新聞部員からの電話だ。携帯を持つ手に力が入る。電話がつながるなりまくし立ててきた。先輩先輩、やられました、放火です。くそ、すごい火だ、手がつけられない。パニックを起こしているホンダに場所を説明させるには貴重な1分が必要だった。燃えていたのは放置自転車だった。放置自転車は1月にも狙われている。しかしそれでいて少しずつ犯行がエスカレートしていくという法則が破られたわけではない。高架下の空き地、十数台の自転車が山と積まれて火に巻かれていた。俺を見つけてホンダは泣きそうな声を上げた。先輩、俺が来たらもうこんなになってて。その情けない声を無視して俺は火を凝視する。火星が強かった。自転車がこれほどよく燃えるものとは知らなかった。そう思ってすぐそんなわけないと気がつく。金属でできている自転車がボーボー燃えるはずがない。例えば先月のスクーターは燃えやすいシートだけが燃やされていた。とすると目の前で燃えているのは多分油だ。放火魔は放置自転車を積んで油をぶっかけて火をつけたのだ。お、他の連中も呼んでもいいですか。どうやらホンダは誰よりも先に俺に連絡して他の部員には知らせていないらしい。
報告の順序を守ったことは褒めてもいいが、そのぐらい自分で判断しろ。あ、はい。旬となって携帯をいじり始める。俺はハッとした。今夜の巡回は放火の現場を発見するためではない。もたもたとメールを打つ本田に向けて叫ぶ。そんなことは後だ。犯人はどうした？見なかったのか？本田はビクッと身をこわばらせるとうつむいた。声が聞こえない。はっきり言え。見てません。俺が来た時にはもう燃えてたんです。俺は舌打ちする。5人で網を張って犯行現場を抑えられなかった。いや、まだ間に合うか。全員を集めて周辺を捜索する。そう言おうとした俺の耳にサイレンの音が届く。消防車か、あるいはパトカーか。あ、来た。救いの神でもあったように、本田は弛緩した笑い顔になる。叱り飛ばす。来たじゃねえだろ。クソ、早すぎる。え？逃げなきゃならんだろうが。現場に一番に来てまだ何も調べてないのに。だって。後ずさりながら本田は弁解する。だって火をつけたのは俺たちじゃない。じゃあお前なんて説明するつもりだ。あれが警察だったらどうする。普通に深夜徘徊でとっ捕まるぞ。俺は思考を巡らせる。必死で巡らせる。こうなった以上逃げるしかない。今近づいてくるのがさっきのパトカーだという気がしてきた。しかし逃げてしまえば今夜の張り込みには何の成果もなかったことになる。使えない下級生の怒りを押し殺し、俺は命令する。他の連中に連絡するんだ。メールじゃないぞ、電話だ。消防が来るから家に帰れと言うんだ。警察にも気をつけろと言え。はい、早くしろ。一括しておいて俺は現場に再び目を向ける。高架下は金網で覆われているが、囲いは不十分で隙間がある。そこから自転車を持ち込んで駐輪場か、あるいは廃棄場にされていたらしい。下草が生えているからそれも一緒に燃えているんだろう。ここにあった自転車が全部まとめて燃やされたわけじゃなく、手に負える範囲内で積んで火をつけたということらしい。何台かは蹴倒されたぐらいで火はついていない。視線を走らせる。本田は知らない。誰も知らない。資料は渡したので注意深く読めば気づくはずのことを誰も気づいていないのだ。それは彼らの能力の問題であって仕方のないことだ。しかし俺は知っている。放火魔は現場にサインを残すのだ。決して大きなサインではない。見逃されても仕方のない小さなサイン。しかし俺はそれに気づいている。今回もあるはずなのだ。本田が早口にまくし立てる声、近づいてくるサイレンを意識しながら俺は素早く現場を観察していく。あまりに明るい日に思わず吸い付けられる視線を必死に外す。もっと広く見なくてはいけない。広く。そして俺は見つけた。金網に貼られた立ち入り禁止の金属看板。小さなくぼみがいくつもできている。何か小さく硬いもので繰り返しぶったたかれた痕跡だ。俺はその小さく硬いものが何だか知っている。看板にはくぼみだけでなく、右上から左下に引っかいたような真新しい傷もついていた。その部分だけ塗装が剥げて金属の地肌が覗いている。これがサインだ、間違いない。これも放火魔の仕業。そして船港新聞部はやつを取り逃がしたのだ。悔しいが時間がない。おい、逃げるぞ。本田は何か言いかけて、この後に及んでもまだもたもたしている。俺はもう構わず自転車に飛び乗った。